仏教を誤報した、高麗町時代に制作された高麗八幡大蔵教の版木。継承南道、平イ寺に所蔵されており、平イ寺大蔵教バンドのは1995年に、国際連合教育科学文化機関世界遺産の968年に、解散した、平安北道、普賢寺の境内に存在する八角十三層、石頭、 高麗町時代の1372年に白雲和尚景観が表した禅の中尺書、次回微信太陽説は1377年に金属活字で刊行され、現存する世界最古の金属活字本となっている。朝鮮の仏教は朝鮮半島周辺に展開し、特に華厳教学と禅の需要と展開について独自の特徴を持つ、現在でも同地で盛んな仏教の総称。 朝鮮半島への仏教の伝来は、コークリエは372年に伝来し、九ダラエは384年に伝来、白木では528年に公認された。五個十六国時代から南北朝時代の中国から伝えられ、これら三国においてはその後の律令制度の整備に伴い国家建設の理念としての役割を果たすようになった点が特徴的である。特に、 白ラにおいては、五国仏教としての性格が強いのが特徴で、党の信仰に対し戦闘に立って人民に徹底抗戦を促して、白ラの朝鮮半島統一に大きな影響を与えた。なお、三国維持、三国式によると、仏教は個人の僧侶の手により、高句麗と白ラにもたらされた。この時代の仏教は、三論州、立州、涅槃ンがまず伝わり、次に、 園遊衆、下言衆、保守衆が伝わった。このほか主なものに、法衆衆、正常衆、回頭隆、神印衆などがあった。三国時代の末期から統一白木の初頭にかけて、元領は、十文和常論の中で、仏法は一貫であり、解けば十文となる。百種類の異論を調和すその後も、同様に、こうぼる、縁眼玄明、おしさび、めぐみ明、 通行本日、大老へぶ染め、明らかん道場、新鉄としおしらが、総計南前景の教えを伝え、旧山全門が成立した。五三国時代を経て、朝鮮半島には、高麗王朝が成立した。高麗時代の朝鮮半島の仏教は、シャーマニズムや道教のような自然信仰の仏教に変化した。高麗王朝によって、国家のとして仏教が重視されて、 王都の教王寺など、多数の寺院が造営されるなど仏教が保護された。国王やヤンバンの三列の下に、念頭会や八寛会などの仏教儀式が盛んに行われた。しかし、新しく伝えられた禅宗と従来から存在する教衆は次第に対立する様相も呈した。これを売れた義典は、僧に入って、自弁から天台の教えを受けて帰国し、異教禅を説いて、 天台と華言の共学によって、禅を包摂する禅教通る説運動を起こした。義天の教えは、天台宗として引き継がれ、後来の王室をはじめとした上流階級に支持された。これに対して、義天の半世紀後に、地突は禅によって、天台、華言などの共学を包摂する教えを説いた。教えによって仏門に入り、その後に言葉を離れて参禅するという地卒の教えは、 総慶州として引き継がれ、一般民衆の間に浸透していった。これらの努力により、高麗時代には、禅と共に、教学も同等に重視する教義が中心となって続いた。今に伝わる高麗八万大造教が、編纂されたのもこの頃で、モンゴル帝国の振興により、危機感を抱いた天台衆及び、それを支持する上流階級が主に事業を推進した。一方、 宗慶衆の僧侶は山に入り、三千と学習に勤しむようになった。高来中期以降、仏教界は、この天台宗と宗慶衆が主流となっていたが、権力と結びついていた。天台宗は、次第に堕落し、徐々に上流階級からも批判されるようになって、李氏朝鮮時代の廃物運動と儒教の流星につながってゆく。 李氏朝鮮時代に入ると、一転して儒教が国教となったため、仏教は徹底的に弾圧された。初期には王族の保護を受けたが、市林派の集権で弾圧が強化された。僧は、都の関与に入ることを禁止された上、先民階級に身分を落とされた。また、全国に1万人以上もあった寺院は、国家的に保護を受けるべきものが242時に限定され、 その他の寺院は、所有地と、やつを没収され、また多くが破壊された。さらに、第三代、大層の時代の1407年には、十二州が宗州十八寺院に、次の清宗の地政にはその七州派も宗慶州、天台州、南州を統合して、全州、下厳州、寺院州、中上隆市、教宗州を統合して、教州と二州派にまとめられた。 88の寺院は、前州18寺院、京州18寺院の、計36寺院を残し廃寺となり、この時期に、朝鮮半島の仏教は著しく衰退した。聖州、縁、山君、中宗の時代、仏教はさらに壊滅的打撃を受けた。聖州は1492年、僧侶の土町制度と出家を禁止した。縁山君は二宗派の本山である。 経天寺と光徳寺を1504年に廃寺にし、その他の寺院を遊興施設に変えた。中宗は1507年に家居の創価を廃止し、また仏像を破壊させた。中宗の死後、幼少の民衆が即位し、文帝王公が政治を補佐すると、派仏政策に強い不満を持っていた王公は、仏法中公を図った。 1551年にはすでに廃止されていた全教の二衆を復旧させ、僧侶の資格試験にあたる僧価も復活させた。僧価からは全科機関などを表した清子巨球生らの優秀な僧侶が輩出した。李氏朝鮮時代に全体的には仏教は弾圧されたが完全に破壊されるには至らず、また民衆信仰としても保存された。朝鮮王朝の末期になると、 近代化の動きの中で仏教への圧迫も弱まった。朝鮮の僧侶たちは日本や中国などの僧侶とも交流しながら仏教の復興に取り組んだ。日韓併合以降は日本統治の影響により再退する僧侶も現れた。この時期の独立運動家にはキリスト教員以外に仏教会の指導者も加わっていた。戦後の朝鮮半島の仏教は日本の支配と影響を否定し、 朝鮮仏教復興の基礎を築くところから始まった。日本によって制定された寺院統制規則である寺説令などを全面的に廃止して新しい朝鮮仏教の教権を決議した。また、最帯像の追放と寺院の生活を正す運動が展開し、1954年には李承晩大統領による最帯像は寺説より退居せよとの談話を契機に最帯像を 被災体像の間で争いが起こった。現在では被災体像の宗派である宗慶宗が主流となり、そこから分裂した再体像のがは太古宗という宗派を作っている。また現在韓国では創価学会、礼友会、立正高生会、新女園など、主に日本発祥の仏教系の新宗教の拠点が韓国内に存在する。一説には日本から 朝鮮半島に帰国した在日韓国人の信者たちの影響があるとも言われている。2005年に行われた韓国統計庁の社会統計調査によると韓国は総人口の約3割がクリスチャンであり、仏教徒は古都慶州がある慶商道など白木王朝の領土だった地域に多い。韓国人の約2割が仏教徒で韓国第二の宗教となっている。 朝鮮民主主義人民共和国にも妙高山の普遍寺など仏教施設があり、朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法には、信教の自由の保障が明記されているが、実際に国民に信教の自由が保障されているかは、極めて疑わしい。詳しくは朝鮮民主主義人民共和国宗教を参照。韓国では、宗派のことを集団と呼び、 宗派名は日本の宗派と同じように革命省の末尾にそうをつける。また、仏教集団の連合体である韓国仏教集団協議会があり、これらに所属する仏教集団が伝統仏教と認識されている。以下に主なものを挙げる。なお、韓国には縁仏教などの仏教系新宗教が存在し、立証高成会、新予園、創価学会、 霊友会の拠点が存在する。日本の各地で在日韓国人のためコリアンタウンの近くに朝鮮の仏教の寺院がある。鈴木康市民、検討史研究と東アジア史論専修大学東アジア世界史研究センター年報第4号2010年3月61ページ朝鮮史想然史小倉寄贈112ページ世界各国史朝鮮史 武田幸雄執筆117ページ義、西風家も名刹、大書集私服、十の。敬意く、去年辞社が朝、これ時、持参官以来大伽蘭、犯罪そぐるさんの例、猛廃辞社、坂十字社、姿あるゆうの。相当アニ恩師の心和歌、基礎な山水価値、初大伽蘭、も、大防廃寺院、のり所思想と、得意度目の、書、おぜ。 諸州市福寺、皆大名冊。総慶州、領州通路寺、松尾総岩尾寺、少年蓮華寺、と平ら母大三崎寺、騎城氷山寺、英州金井悟寺、彦、陽石南寺、吉尾輪郭寺,寺、長江家里寺寺、落阿蘇光寺、国城霧浦寺,寺、玄影、霧悟寺、軍医法十寺、本川、清林寺、霊岩道三崎寺、栄春徳泉寺,寺、 南洋愚法寺、人志道家林寺、山陰地国寺、坂師修知、三六寺、丹津一万伊佐寺、青明屋長瀬寺、安城石南寺、天台州、中州玄忠寺寺、草京城、岩尾寺、大山京隆寺、城山慶大鳥寺、永平白雲寺、広州、青京寺、明海宇長寺、大岡隆仙寺、道康むため寺、雲峰元水寺、 大公松林寺、文革行事、金山新教寺、無安大屈寺、調査前雲寺、堤修長楽寺、両瑞宝寺、花玄隆長江金蔵寺、三菱玄光寺、玄州宝泉寺、清修玄教寺、吉正熊神寺,寺、高架聖光寺、上州生物寺、安部佐寺、順天降林寺、清道七葉寺、新し安宿徳寺、寺本州 総霊観音寺、洋州上穴寺、平木康志志寺、陽根城、岩尾寺、愛浦聖十寺、林州不幸寺、陽根育間人史寺,寺,寺、川東洋慶寺,寺、綾城公林寺,寺、大鳥州生物寺,寺、李京市二寺、近海観路寺、禅修玄京寺、観陽玄川寺、水原明聖寺、珍珠法輪寺、甲州守国寺、中上隆史、任稔陳休寺、 皆ゆ豊か二字、木場衆霧林寺、清州、悟喜寺、悟り喜び寺、片城方泉寺、白洲仏寺、駅州いよいよ見六字。南州、法院天神寺、臨神昭和寺、三直三和寺、和順一万淵寺羅衆不幸寺、昭平随法寺、林暇紐高寺、林暇寺寺寺、林寺寺寺寺寺寺寺、桂林寺寺寺寺寺寺寺、 公共弱小児。成績素名物、小有瀬受け、指揮者素尻の。朝鮮王朝実録大操七年十二月二日霊装、K、釈師の道、全領収のみ、結後聖伝房伝、各位諸行、文、しかもため七僧、伝五章鉛、源園しか松駅文、実る雄をその死の道、勝中外大立寺社、文俗各州その数乱り沢、知立さん、 後輩外、治む武器府系進む松室大器。骨衣装系、天台、南三州、合わせため前州、花弦、寺音、中神、死境四州、合わせため州、基礎な中外官偶僧との書、両陽家三十六時、文霊両州、有久電池、釈定巨僧の額、軍居作法、日のせ治むその道。なお川総六市、も、 京中京天寺ため全州都会所、都徳自ため州都会所管取燃料友もなか社、もっため、両胸き首手のひらつとむ、霊札総中のこと。今進む分属中外寺者巨像定額、電磁欠数、海座景劇。全州属時18、第4250欠。京中京天寺元、属伝160欠、今下級90欠、久し巨層120。止め後。 司か宗むねたかじ伝百傑、今下級百傑、久し巨壮百。円福地元と、俗伝百傑、今下級百傑、久し巨壮百。海場間おんぼりも伝四十五傑、今下級百五傑、水陸遺伝百傑、久し巨増七十。景気洋州総賀地元、俗伝六十傑、今下級九十傑、久し巨増七十。ひらき地元 俗伝400傑、巨層200。日の木、岩尾地元、俗伝500傑、巨層250。つひろし地元、俗伝60傑、今下級90傑、水陸遺伝100傑、巨層70。かや大寺案元、俗伝152傑96占い、今下級97傑4占い、巨層120。たき堂、公衆渓流地元、続伝百0 今下級5 0傑、虚層70。喜び堂陳珠団族地元、続伝100傑、今下級1 0 0傑、虚層100。慶州市林市地元、続伝100傑、今下級5 0傑、虚層70。全羅道旧霊加源地元、続伝100傑、今下級5 0傑、虚層70。安人恐竜地元、続伝80傑、今下級7 0傑、虚層70。 関門度高城にげ、山地元、俗伝205ケ今下級95五ツ、巨層150。玄州悟る林地元、俗伝300ケ巨層150。ファン海道院栗帝国地元、俗伝60ケ今下級90ケ巨層70。南吉道安倍尺王地元、俗伝200決今下級50ケ巨層120。修俗寺1 決京中京徳寺元、俗伝250傑、巨層120。止め後、司弘明寺元、俗伝100決今下級100決巨層100。上岩尾寺元、俗伝60傑、今下級90傑、巨層70。海上官路寺元、俗伝40傑、今下級160傑、巨層100。景気会 豊タ刑事元、俗伝イジモ300今下級100ケツ、巨層200。松林霊通寺元、俗伝二200ケツ、巨層100。洋州造儀寺元、俗伝二200今下級50血ツ、巨層120。商用寺今俗伝150血ツ、巨層70。ただき与法音俗リ寺元、俗伝六十60今下級140血ツ、巨層100。 中州、宝連地元、続伝80血今下級70血虚巨層70。喜び同居いつき見岩尾地元、続伝50血今下級100ケツ、巨層70。高専ヘイン地元、続伝80血今下級120血虚巨層100。全羅道昌平水宝地元、続伝60血今下級90血虚巨層70。全州啓福地元、 俗伝100決今下級50傑、巨層70。関温土愛用標訓地元、俗伝210傑、今下級90傑、巨層150。ファン海道文化圏月政治元、俗伝100決今下級100決巨層100。州人工地元、俗伝200決今下級50傑、巨層120。平安道平城江明寺元、続伝百0 今下級五十欠、巨僧七十。十の。朝鮮王朝実録清掃六年四月五日令、総経金増夫締め。一、ため増、初受け本館無役苦門締め本総、片本九長。一、遺仙一人才能総、本さ皿、公共門、女夫の嬢、罪の、論官思想。一、戦士の字、ある有大公の兵、本館公文、六警防。一、 所在管理、無土町像不要人すりで者、その里色手の平かつみ。でんいわく、この非禁人じ像、の謙虚き人のこと。よい土町の方、今しゅとめての、女優出家者、その父母不かもっこの子しかも罪のなり。その族族不論真相、ただ主言かなり。今方た北有事、軍学美言、古しゅとめて土町耳。その以上告げれいそうし土町かなり。 右副将シーン広志志ご曰く、相当深むなり、昇伝学部者曰く、何言深むなり、家ども、言うの、用意づく広志不能対、朝鮮王朝日六聖宗二十三年二月三日、大韓民国の宗教。ありがとうございます。